ソフトバンクと西武は11日、昨年12月に国内フリーエージェント権を行使し、移籍した山川穂高選手の人的保障として、甲斐野博史投手が移籍すると発表した。渡辺久信 GM は甲斐野について、チームにとって救援投手が大きな補強ポイントでした。まっすぐとフォークで打ち取ることができるライオンズにいないタイプの魅力的な投手ですとコメントした。 カイノは2018年ドラフト1位で東洋大から入団。最速160キロの豪速球を武器に、2019年には65試合に登板。昨季は46試合に登板して2勝1敗8ホールド、2セーブ、防御率2.53だった。カイノは発表後にコメント。突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり、感謝しかありません。 ドラフト1位で取ってもらったものの期待に添えるような活躍はできなかったと思いますがチームメイト監督コーチスタッフフロントの皆さんには温かく見守ってもらい感謝しています今回僕を評価指名してくれた西武球団にも感謝していますチームの雰囲気が明るくファンも熱いイメージがありますのでベルーナドームでプレーするのが今から楽しみです 最後にホークスファンの皆さんにも感謝を伝えたいです。良い時も悪い時も声援を送ってくれ、福岡の街を歩いていてもよく声をかけてもらいました。怪我から復帰した時に、マウンドで受けた声援はずっと忘れません。今後のホークス戦でもこっそり僕だけを応援してほしいです。これからも野球人としてやるべきことは変わりませんので、ブレずに自分らしく頑張っていきたいと思います。 11日発売の日刊スポーツでは、和田剛が人的保障に選ばれたと報じ、まだ西武からの正式発表はないものの、ネット上は大騒動に発展。さすがにびっくり、野球を知ってる人だったら衝撃的すぎる話題、などの驚きもさることながら、ソフトバンクファンからは、ファンやめたい、ふざけるな、などと怒りの声も上がっていた。